なんかね、単なるマザコンものになっちゃうんですよ。アムロにとって家と言えるのは家族揃って住んでいた、このお父さんとお母さんと子供時代の自分が住んでいたこの家だけなんですね。多分サイドセブンが無事だと後で聞いて走っていってもこんな感じにはならないと思います。オタキックスチャンネル、岡田斗司夫さんの機動戦士ガンダム解説、今回は第13話再会母よの第4回、アムロにとっての地球の家がどんな意味を持つのか、日常演技から岡田斗司夫さんが解説します。それではどうぞ。さて、アムロが向かうのは、前回見ました通り生まれ故郷のですね、21世紀になってから確定した真実ですね、鳥取温泉です。鳥取温泉です。アムロくんですね、お母さんに会いに行くので、まあ今回可愛いこと思い出し笑いをしながら歩いてます。母さん怪我なんてしてやしないだろうけどって言いながらですね、思い出し笑いをしながらニコニコしながら歩いてます。懐かしい絵を見つけてですね、つい駆け足になります。まだね、中学生なんですよ、実はアムロ君。まだ中学生だから、ついつい懐かしい家を見つけたらダッシュして走ってしまうんですけども、しかし家はですね、連邦軍の兵隊たちに占領されてたというですね、今回そういう出来事から、お話がスタートします。この懐かしくて走ってしまった、で、家が連邦軍の兵隊に占領されている怒るっていうね、流れもね、めちゃくちゃうまいんですよ。これも前回から話してる、この回は日常演技がすごいって言ってる理由なんですけれども、まず徐々に家が見えるんですね。この思い出し笑いをしてると、思い出し笑いをしながら徐々に徐々に足並みが上がっていっちゃうんですね。駆け足になる。そうすると丘の向こうに家が見えてくる。家が見えるということは家が無事だと。その前にですね、未来さんとそのセイラさんの後でこの辺りは爆撃もあったし、おまけにジオンの勢力圏なんですね、日本列島っていうのは。なのでちょっとすごいややこしい状況になってるんですけど、後で説明します。だからみんな心配してたんですけど、家が無事にあるんですね。なのでアムロ君はさらにうわーっと嬉しくて走ってる。で、壊れてないと走るんですけど、その時作画はアムロを正面から捉えて、向こうから手前へバーッと寄ってくるアムロを描いてます。この人間の正面の走りってすごく難しくて、アニメのオープニングではよく使うんですけども、アニメの、ね、中では、ね、ほとんど使わない。やるとしたら顔だけのショットとか、もしくは肩から上だけのショットで描くことが多い。実はその上半身をこう動かしながら、で腰も動きながら走るっていうのを正面から描くというのは、かなりベテランの作画の人でないとうまく描けないので、避ける傾向にあるけど、今回わざわざやってる。なんでかというと、アムロが走ってきて顔が喜びに輝いてるのを見せたいからですね。視聴者の心の中にアムロが飛び込んでくるような感じにしたいから描いてるわけです。で、それが玄関のポーチですね。玄関の前にあるベランダみたいなことを、ものをポーチと言います。このポーチのところで、一瞬立ち止まるんですね。嬉しくなって走り込むと。すると、中から音楽が聞こえてくる。まだドアも開いてない状態ですから、中から音楽が聞こえてくる。生きてると、中から音楽が聞こえると喜ぶんですけども、ところが、人がいると一瞬喜ぶんですけども、その音楽がですね、なんか軽快なダンス音楽なんですね。決して、お母さん長い間留守にしてごめんね、僕息子だよ、帰ってきたよ、無事でよかったという時のですね、お母さんが聴いてるようなイメージの曲じゃなくて、なんかダンス音楽がかかってると。不安になったアムロは、ドアのとこまで行ってたのにですね、わざわざ横に避けて、この辺が演技ですよね。横に避けて窓から中を覗く。そうするとカメラが切り替わって、アムロの家の中のシーンで、連邦の兵士たちがですね、だらしなく酔いつぶれて、絨毯の上には酒瓶が転がっていて、で、ラジオでですね、なんか音楽を流しながら男同士で抱き合ってダンスをしていると。まあ、典型的なですね、ダメ兵士っていうのが書かれて、その窓の向こうにアムロの顔が見えるという構図になります。ずっと酔いつぶれて酔ってる兵隊をですね、カメラ捉えて、切り替わって窓の向こうでアムロが歯を食いしばる。つまり、怒ってる顔っていうのをアムロが見せてる演技をやって、そこでようやっとドアを開けて、中に入ってきて、そのワンフレームの中で体をターンさせてラジオのスイッチを切る。これを一連の演技でやってます。もうこれも繰り返しますけど、難しい演技ですよね。奥にあるドアを開けて、手前に人物が入ってきて、右側にある兵隊たちを睨みながら、左に置いてあるラジオを肩を回転させて、スイッチを切るという演技やってます。かなり複雑なアニメーションやってますね。この一連の演技の後ですね、まあ酔いつぶれた士官ですね。兵隊たちじゃなくて士官って言われる、まあつまり、ちゃんと兵隊の学校を出ている偉いさんもいるんです。それが謝ってくれるんです。
でも彼らはこの家をずっと誰も住んでない家だっていうふうに言うんですね。悪かった、でもこれずっと誰も住んでない家だから勝手に使わせてもらったんだっていうふうに悪びれもせず言うんです。でアムロはどん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 不安になってくると。なんでかっていうと、アムロの立場になって考えてほしいんですけども、アムロ第1話の時にお隣さんのですね、ハヤト小林というやつとほとんど交流がないんですね。フラウボーがお隣さんなんだから注意してあげてと、あのコロニー全体がみんなが避難するぞという時には多分隣同士で確認し合うというような通達があったんでしょうけども、アムロがまだ逃げてないっていうようなことを隣のですね、ハヤト小林は気がついてもいなかった。なのに逃げようとしてる。なのでフラウボーがお隣さんなんだから注意してあげてって言うんですね。でハヤトはアムロの名前は知ってるし顔は知ってるんだけども全然交流がないことがこれでわかります。つまりアムロレイにとって家とはどこかっていうとサイドセブンじゃないんですね。サイドセブンは父親と二人でいる、それも父親とほとんど話もしていない、交流のないですね、お互い分かり合えていない疎遠な父親と息子が住んでいる仮住まいがサイドセブンなんです。アムロレイにとって家っていうのはあの昔懐かしい、自分が近づいたと分かるだけで走り出してしまうんですね。なんか笑みがこぼれてくる、無事だと分かると本当に全力でダッシュしてしまう、それが家であってサイドセブンは彼の故郷じゃないんですね。そこをですね押さえておかないとこのお話全体がよく分かんなくなってくる。なんかね、単なるマザコンものになっちゃうんですよ。このお話がマザコンものじゃないっていうのはこっからですね、ちょっと絵を見せながらちゃんと証明していこうと思います。アムロにとって家と言えるのは家族揃って住んでいた、このお父さんとお母さんと子供時代の自分が住んでいたこの家だけなんですね。だから家を見つけた時に走り出すことを嬉しかったと。多分サイドセブンが無事だと後で聞いて走っていってもこんな感じにはならないと思います。そのアムロに対して兵隊が無責任に逃げ出して死んだんじゃねえのかっていうふうに言われた時にですね、もうすごいショックになります。でアムロはですね、お母さんがもう生きてないかもしれないと思って不安になって、子供の頃に遊んだ操り人形を見つけてそれだけ持って家を出ると。このね、家を出るあたりの日常演技がねすごいんですよ。連続で見せますね。これがですね、逃げ出して死んだんじゃねえのかっていう風な言ってるあたりのシーンです。後ろでですね、酔いつぶれてる連邦の兵士がいて、アムロが愕然とした顔しています。お母さんもう死んだかもしれない。この時にタンスの上にさりげにある人形ですね、これがそのポイントです。こっからこの人形を持って出るんですけど、この位置からもう見せ始めてるんですね。母親なんかもう死んだんじゃねえのかっていう風に言ってもアムロの表情が変わらない。つまりもう耳に聞こえてないんですね。お母さんも死んだのかもしれないと思ったショックでアムロが聞こえなくて、連邦軍の兵士が去って全く同じフレームです。つながりの演技でアムロが振り返って家を去ろうとします。その去ろうとするアムロがあれと思ってこちら側を見ると人形の存在に気がつくと、緊張していたアムロがですね、その時になぜか立ち止まって人形を手に取ってしまうんですね。で人形を手に取って、でそこから回想シーンに入ります。回想シーンがですね、これです。この同じ人形が置いてあって、今から家を去ろうとしているテムレイ父親と、でもっと子供時代ですね、幼かったこのアムロで母親、この3人が同じフレーム内にいます。ここのシーンにつながるんですね。人形を見ていたアムロで、その次にその人形が見ている視線っていう風にカットつながります。焦点このまま変わります。このマルチアングルと、あのマルチという手法で撮っていてですね、手前の人形から奥の人物へとカメラの焦点が移ります。そうすると焦点が移るとこういう風になります。実はですね、この5歳ぐらいのアムロなんですけども、スーツケースをお父さんが一つ持ってるだけですね。つまり長期出張ではないんですよ。アムロこの5歳で出かけて8年間か9年間ですね、10年近く家に1回も帰ってないわけですね。だから家を見た時嬉しくて人形を見た時に驚いちゃうんですけども、すぐに帰れるとおそらくこの頃思い込んでるんですね。まあ、子供の頃だしお父さんもちゃんと細かく話してなくて、まあ、1週間ぐらいから長くても夏休みいっぱいぐらい宇宙に行くんだというふうに思ってくると、だからお母さんの元を離れる時もこれがもう別れになると思ってないんですね。この時にですね、このフレームのままですね、お父さんとお母さんの会話がずっとアムロ聞いてないんですけど続きます。アムロと離れるのが嫌ならお前も来ればいいんだというふうにお父さんが言うと、お母さんがでも宇宙に出るのはって答えます。そうするとお父さんが、サイドの建設を見てごらん、そりゃ素晴らしいもんだよ、アムロに見せておきたいんだ。実はその
親心として男の子にそういうこの時代のすごいものを見せてあげようという心でお父さん連れて行こうとしてるっていうのが語られます。お母さんの返事がそれはわかりますが、でも私はっていうふうに反対してるんですね。これね、実はですね、この人形を舐めて後ろに人物がいるピントずれからこのピント送りでこちらにしてきた理由何かっていうとですね、問題はアムロレイの視線見せたいからなんですね。アムロレイは人形を見てるんですよ。人形とアムロレイが向かい合ってると。これ本当にあんまりクローズアップで撮ってもですよ、ボケてるから申し訳ないんですけども、テレビ画面ってこの当時はですね、家庭にあるテレビって14インチとか17インチが主流なんですね。なので絵は分かりやすくはっきり描くんです。もしアムロがお母さんと別れるのが寂しくてだったら絶対に顔は母親の方を見上げてるんですね。それがもうテレビアニメの鉄則なんですよ。でもそうじゃない、アムロの顔は水平方向を見ている、で目はこちらを見ている。何を見ているのかって言ったらアムロは人形を見ているんですね。これ何かっていうと、アムロはこれからですね旅行に行くんだけども、長い旅行に行くわけじゃないから人形を家に置いてきちゃうわけですね。本当にもっとずっと行くと分かってたら子供のことですから一番お気に入りの人形は絶対に持っていくんです。でも絶対に持っていくんじゃなくて人形を置いてくると、お母さんとお父さんが上で話してるんだけども、アムロはそれを聞いてない。そうじゃなくてやっぱり人形を持っていこうかな、でももう僕も子供じゃないんだから旅行行くぐらいまたすぐ家に帰れる、またすぐ会えるから人形を置いていこう、でもやっぱりこれから家に出るとなるともう一回人形を見ちゃうっていうふうなことで、アムロの目線はお母さんじゃなくてずっと人形を見ている。これがその今回アムロがですね、もう誰もいなくなっちゃった家で人形を見て何か考えちゃうシーンの、まあ、なんだろう、心理構造みたいなもんですね。アムロは自分では忘れてしまったこと、でも実は家を出るとき一番後悔したのは何かっていうと、お母さんにもう一言声をかければよかったじゃなくて、人形を持ってくればよかったっていうふうに幼い頃のアムロは考えていて、それを今になって忘れていて、母親に会いに行ったら母親がいなくて、あんなに母親より気になった人形だけがあった。でももう自分の心配はお母さんどうなったんだろうという心配の方に行って、この人形に対する愛着が全くなくなっているって、この心理劇がこの短いカットの中でずっとストーリー進行と同時で行われてるんですね。でも僕らは映像の素人ですから、見るときはついついアムロのお父さんとお母さんの会話の方に心を惑わされちゃうんですね。アムロをこういうふうな理由で作れていきたい、でもお母さんはそれはわかりますか、でも私はっていうふうに言っちゃう、これがそのアムロの視線の意味ですね。はい、無料はここまでです。いやもう長かったですね。あと僕はもう何よりですね、自分の似合わないセンター分けが気になりました。あんなにセンター分けが似合わない男がいるなんて解説の中で語ってるんですけども、日本はですね、ジオンの当時勢力圏なわけですね。つまりジオンの占領下にあるんですけども、ということはですね、これ誰もそういうの書いてくれないんですけども、米軍占領下の日本っていうなんかこうジャンルあるじゃないですか。つまり占領下の新宿でとか闇市でとかですね、空手バカ一台でもですね闇市の中マス大山みたいなのあるし、その中からグレン隊が出てきてっていう話いっぱいあるんだわけなんですけども、誰かね同じような感じで戦後闇市時代のですね、ギブミーチョコレートジオンの兵隊さんっていうようなですね日本人しか出てこない、あと日本人とジオン人しか出てこないですね、なんか東京はもうスラムになっていてですね、ジオンのですね、なんだろうな、巨大な基地があるという、そんなんね、誰かねナロー小説でね書いてくれないかと思うんですけども、あと今年僕は6月にですね、ウクライナの核ミサイル見に行ってきたんですけども、核ミサイルのサイロ基地からもう本当に目と鼻の先にですねオデッサあったんですよね。だから今日の話なんか自分でも聞きながらオデッサ行ってみたかったなと思うんですけども、とにかくあの辺りっていうのはウクライナの南の方のオデッサあたりっていうのはものすごいね気候のいいところなんですよ。観光地なんですね。だからなんだかんだ言ってもですね、機動戦士ガンダムの行ってる場所場所っていうのは全て面白い。コメントでも指摘あった通り、基本的にはシルクロードをホワイトベースが通るという構造になってますし、その後ですね、ヨーロッパの人だったら知ってるようなオデッサ観光地でのですね、戦闘になるっていうのはね、割とね、面白いところを抑えてるわけですよね。輸出を意識してたのではないかと、富野さん、なんかね、ちょっとその辺思っちゃうんですけど。岡田さんの解説、いかがったでしょうか？サイドセブンでの暮らしや別れの描写から、アムロの本当の家を推察する岡田さんの手法は、
ぜひ参考にしたいですね。それではまた次の動画でお会いしましょう。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。